橋本いたるは、秋田県秋田市生まれ、宮城県仙台市育ちの元プロ野球選手、武藤左だ。小学校2年から鶴が森少年野球クラブで野球を始め、仙台市立鶴が丘中学校時代は、東北シニアに所属。2年時に、投手兼中堅主として、全国大会出場。仙台育英高校では1年春から、ベンチ入りし、秋から中堅主として、 レギュラーを獲得。2年春、夏、3年夏と甲子園に3度出場。3年夏は6打席連続ヒットを放つなど、甲子園通算で24打数12安打の高打率を残す。打撃に加え、俊足、強健の走行手3拍子が揃った選手として、道のくの一郎の異名で呼ばれた。2008年のドラフト会議において、 読売ジャイアンツから4位指名され入団。大森強しスカウトからは、鈴木直弘以上の素質、球界を代表する一番打者にと期待を寄せられた。読売ジャイアンツ時代2009年は、イースタンリーグで5月度の月間 MVP を獲得。フレッシュオールスターゲームでも5打数3安打1打点、1盗塁の活躍で優秀選手賞を受賞。新人ながら、 リーグ最多となる106試合に出場し、守備でリーグ1位体の200に視察、また補え札は2位の10個に大きく離して17個を記録した。2010年はイースタンリーグ開幕戦に1番センターで先発出場。松本哲也の負傷に伴い、4月27日に初の一軍登録。同日の中日戦でプロ初出場。 4月28日に初打席に立ち、結果は振り逃げ。10月には台湾で開催された第17回アイブフ、インターコンチネンタルカップの日本代表に選ばれ、7試合に先発出場した。また、11月から12月末までオーストラリアンベースボールリーグに参加した。2011年は背番号が65に変更。 春季キャンプで強剣を披露し、監督の原辰則から、スローイングはチームでトップクラスと評される。8月23日にシーズン2度目の一軍昇格を果たすと、プロ初盗塁と初安打を記録。シーズン終了まで守備がためとして一軍に残り、クライマックスシリーズにも出場した。2012年から背番号が32に変更。一軍出場はなく、 二軍では打率。307。10月には、宮崎フェニックスリーグに参加した。2013年は、自身初の開幕一軍入り、二軍降格と最昇格を繰り返した後、7月30日の東京ヤクルトスワローズ戦に、二番、右翼で、先発出場した。8月7日の横浜 DNA ベイスターズ戦で、先発、須田光太から、プロ初本塁打。 日本シリーズでは初戦と第2戦に先発出場したが5打数無安打に終わった。イースタンリーグでは78試合出場で打率。327、守備率。994、デイリースポーツ選定の技能賞を受賞した。2014年は、阪神との開幕戦でプロ初の開幕スタメンを勝ち取り、脳み厚から決勝2点タイムリー2塁だ。 5月8日の試合で守備中に、左太ももの肉離れを起こし、約2ヶ月間離脱。7月15日のヤクルト戦で8回に、復帰後初安打を打ち、延長12回には、引き分け寸前の西二塁から偶然に、自身初のサヨナラタイムリーを打った。8月30日の DNA 戦では、プロ野球史上14人目の1試合後三振を記録。 その前日から7打席連続で、セリーグの野手では1975年のデーブ・ジョンソンの8打席連続のワースト記録に、あと1と迫ったが、翌日の第1打席で2塁打を放ち連続、三振記録をストップさせた。同年は、自己最多の103試合に出場し、契約公開では倍増となる2800万円で、サインした。 2015年3月に元保育士の女性と結婚。開幕直後の3月30日に二軍落ちしたが、4月16日の DNA 戦では、相手先発の高崎健太郎との相性の良さを買われ、一軍再昇格し、即、プロ入り初の3番に抜擢され、1号2ランを含む3安打3打点で、お立ち台に上がる。しかしシーズン通しては、 打撃の調子は上がらず成績は前年を大きく下回った。2016年はシーズン当初は2軍で迎え、1軍昇格後、2番、中堅でシーズン後半はスタメン出場を続けたが、打率は233。2017年は非対抗や石川慎吾の加入もあり、出場機会が激減し、打率は267、6打点。 2018年は怪我のため野球自体できない状態が続き、6年ぶりに一軍出場なしに終わった。2018年オフに東北楽天ゴールデンイーグルスに金銭トレードで移籍。巨人入団と共に上京してから10年ぶりに地元で、ある宮城、仙台へ戻ることとなった。2019年は開幕一軍入りし、4月6日の対、オリックスバファローズ戦に9番ライトで、 先発出場し、2年ぶりに一軍の試合に出場した。しかし、11試合に出場して、ノーヒットと不調で、5月19日に登録抹消後は、一軍に再昇格することなくシーズンを終えた。10月1日に、戦力外通告を受ける。怪我なくシーズンを終え、体力や感覚などが取り戻せていると実感している、ことから、現役続行を死亡し、 11月12日に開催された12球団合同トライアウトに参加。5打席に立ち無安打だったが、4つの支球を選び、2等も記録した。トライアウトの結果、2020年から始動するプロ野球チーム、琉球ブルーオーシャンズからオファーをもらっていたものの、n p b 一本に絞るために断りを入れ、NPB 球団からのオファーを待っていたが、12月13日に、 現役引退を決断したことが報道された。2020年からは巨人に戻り、少年野球スクールジャイアンツアカデミーのコーチに就任。2019年12月19日に正式契約を、交わした。シワな打撃、遠藤120メートルの強肩と50メートル走6秒、例の瞬速を武器とする。原辰則から、守備力、肩の強さでは、 巨人で1、2番と高い評価を得ており、本人も肩が1番のアピールポイントと語る。一方で、一軍の大舞台でも緊張せず普段通りのプレーを見せることが課題。現役時代は度重なる故障に悩まされ、12回の肉離れを経験。ふくらはぎのほか、脇腹、太もも、背中も肉離れを起こしたことがある。2015年3月に結婚後、 現在は二人の子供に恵まれている。楽天遺跡を機に一度地元の宮城に家族ごとを引っ越したが、現役引退後は再度関東に引っ越している。ありがとうございます。